昔の友達変わってるってみんなが言ってるなら、それはもう普通なんじゃないの。流行る前から好きだったなんてそれが多数派だから、流行ったんだね。生きるのだってしんどいけど、それなりの関係なら、もういらないよ。私は私の私でいる。私も普通だって分かってるけど、少しだけ特別みたい。何をうなっているのですか？いや、わかんない。何がです？あ、マツちゃん、今気づいたんですか？何？どうしたの？どうしたのはこっちのセリフです。何をさっきからうなっているのですか？いや、この石なんだけどさ。まあ、ずいぶん綺麗な宝石ですね。なんて石なんですか？それがわかんないんだよ。あら、じゃあどうしたんですか？これは拾った。拾…え？ほら、この間4人で手賀沼行った時やったでしょ。ああ、あの手賀さんとテッシーさんにお会いした。手賀さんって、まあいいや、とにかくその時拾ったの。じゃあこれは宝石ではないんですか？それもわからないから携帯で調べてるんだけどね、全然ヒットしないんだよ。なるほどですね。ああ、もうお手上げ。わかんない。そんな簡単に諦めるのはよくないですよ。でもネットにも出てないし。まったく、今時の若者はすぐインターネットなるものに頼って。松ちゃん、私とためだよね。いちかさん、それじゃあ行きましょうか。は？どこに？ここは図書館です。へえ、市役所の近くにこんなのあったんだ。ご存知なかったんですね。まあね。ここ柏市立図書館は昭和51年に設立以来、柏市の人だけでなく、そこに通学通勤されている方や隣接する市の方まで自由に利用できる便利な場所なんですよ。へえ、柏市民以外でも使えるんだ。さらにこの図書館の一番の売りはプラネタリウムが併設されていることなんです。え、プラネタリウムがあるの？この中に？ええ、日本で2番目に小さいという売り文句で、柏の人ならみんな知っている観光スポットでもあるんですよ。じゃあせっかくだから見てこうよ。残念ながら毎日やっているわけではないので今日は見れません。そうなの？じゃあ何しに来たの？いちかさんの石を調べるためでしょ。あ、そっか。それじゃあ入りますよ。ダメじゃん、全然わかんないよ。困りましたね。ああ、専門店とかで聞いた方が早かったかな。え、石のお店があるんですか？あるよ、あるある。常識。常識？松ちゃんの知識は偏ってるよね。そんなことありません。この間だってさ、カップラーメン知らなくて。あ、あれは家でのお食事で出たことがなかったからね。あ、テガちゃん。これはこれは、お二人さん、ごきげんよう。ごきげんよう、テガさん。何してるの、こんなところで？図書館は本を読むところだから本を読みに来たんだよ。まあ、テガさんも読書をなさるのですか？なさるもなさるよ。へえ、どんな本読むの？主に図鑑関係を少々。図鑑ですか？それは読むじゃなくて見るだよね。どちらにせよ知識の幅を広げるのは良いことです。え、へん。テガちゃんは自分の生態を知った方がいいと思うけど。マツちゃんとイチカちゃんも本を読みに来たの？いいえ、私たちは調べ物をしに来たんですよ。調べ物？うん、この石なんだけどね。ほうほう。テガさんのお住まいの近くに落ちていたようなのですが。テガちゃん、何の石だかわかる？うーん。あ、
ちゃったの？食べたらわかるかもしれないでしょ？その理論は初めて聞きました。そんな理論はない。美味しくないことは分かったよ。ちょっと返してよ。いちかさん、そんな無茶を言っても。大丈夫です。そのうちお尻から出てきます。そんなのいらないよ。結局何の石だったんでしょう？石だけにグーの根も出ないね。意味わかんないよ。